よっ。よーし、ほう、おはようさん。ゆっくり休めたみたいで何よりだぜ。お前には連日世話になりっぱなしで、なりっぱなしな気がするぜ。何かあれば言えよ。はい、ありがとうございます。シルバー優しい。おはよう、しほちゃん。昨日はよく眠れた？おはよう、くつなぎくん。うん、ちゃんと眠れたよ。そっか、ならよかった。シナちゃんとかいるかな？いない。練習室かな？あ、いたいたいた。お二人さん。よ。おはよう、しほ。昨日はありがとな。今日は寝不足じゃなさそうだな。ひとまずは。おはよう、アニセ。うん、今日は大丈夫だよ。そうか。まあ、深くは聞かないでおく。本当に平気だよ。しほちゃん、おはよう。昨日はありがとね。今日の夢見は大丈夫だった？おはよう、シーナ。平気だよ。気にしないで。うん。ちょっと微妙な関係の点になっちゃった感じがするな。よう、しほちゃん、しほちゃんじゃねえや。キャンディーちゃん。おはよう、しほ。昨日フラフラになったって聞いてたけど、大丈夫？おはよう、キャンディー。うん、休んだから平気だよ。そう？君、見てるとなんか心配になるんだよね。大丈夫だよ。心配されてるやないかい。だ、キャンディーずっとここで一人で練習してるの寂しくないのかな？あれ、アテム。お前何やってんだ？よう、団長が中でお待ちだぜ。じゃあ行くか。急ぎの用事なんだろう、少し緊張する。何かあるな。じゃあここにもう一回セーブし直して行ってみよう。ということはソロ墓地エンディング近いかな。結構2時間ぐらいやっ、そうだね。じゃあソロ墓地もしかしたらエンディングになるかもしれない。失礼します。急ぎの用っていうのは一体？強い感情は他人に影響を及ぼす。それはあんたもその身で体験しただろう。え？しかしそれはあんたに限った話じゃない。キャンディ、シルバー、シーナ、アニスはまあシーナと根本が同じだから置いておくが、溜め込んできたものだけであれほどの暴走をするとはいささか考えにくくてね。さて、そんな彼らは一体誰の感情に影響されたのだろうね。私ですか？ごめんと、少々意地悪な問い方だったかい。誤解のやないように言っておくが、責めてるわけじゃない。記憶がないんだ。制御のしようもないってもんだ。ま、それのせいなんだがね。とにかくだよ、これは私の誤算さね。思いのほか時間がない。時間がない？ああ、だからだ。え？あれ？悪く思わないでおくれ。ちょっとした荒散りをさ、なるべく避けたかったんだがね。己自身の心に踏み込むのは何よりも苦しいことかもしれんが、あんた自身はまだ願いの力に縛られちゃいないからね。きっとうまくやれるだろう。私は知るべきことを知っといで。自分の記憶か。私、なるほど、だからうわぐちゃぐちゃしてる。ちゃんとこういう読み物とか読めるのかな。あ、読めはするんだ。
ファイリングされたテスト用紙のようだ。高得点が並んでいるがどれもぐちゃぐちゃになっている。名前のところ、自分のことを知るんだから見てもいいんじゃないかな。黒く乱雑に塗りつぶされてる。ダメだったか。そんなことはないよね。元に戻した。魚が3匹死んでる。いや、小さな魚1匹だけかろうじて生きているようだ。よく見ると水槽の縁に小さなボタンがある。何小さなボタンって。1、2、3って書いてあるの。ねえ、こっちの奥に行くと多分進むんだろうな。進むというか、しほちゃん本人、心の中のしほちゃんがいると思うんだけど、多分ここに行きたかったけど行けない人生。大きな魚と小さな魚が2匹ずつ泳いでいる。よく見ると水槽の縁に小さなボタンがある。え？大きな魚と小さな魚が1匹ずつ泳いでいる。これだけのヒントで、どうしろと。あとこれテスト用紙でしょう。え、これだけのヒントで、どうしろって言うんですか。なんとなく、ここ、押そう。反応がない。どうやら押す順番を間違えてるんだ。押す順番。1。どこかで電子音が鳴った。開かないし、まだ。1はいいんだ。え、1、2、3でいいの、これ。そのままシンプルに1、2、3でいいの。じゃあ、1、2、3で。いいんだ。よくわかんなかったけど、いいんだ。じゃあ、セーブ分けて。絶対、このゲーム、勝手に進む、ポケモンの氷の床システムなんだけど。これ、交差点臭いな。これはね、あそこの現場に、事故現場らしきとこに行きたいわけでしょ？だから、こうだ。赤黒いシミがアスファルトに広がって。雨と混じり合ったその中に、一本の包丁が落ちている。なぜだろうか、心臓の奥が痛んだ気がした。汚れた包丁を手に入れた。これは？数枚のファイルが並んでいる。これは新聞や雑誌の記事の切り抜きだろうか。どれも同じ一つの事柄について記されているもののようだ。特に内容は読まれない。読まれないとか読めない。日常的に使われていた形跡のある包丁、赤黒く飛びついており、刃物としては役立つそうになる。ということは、致命傷には落ちてないっちゅう話。これでいける？そして、振り上げて、振り下ろした。包丁は壊れてしまった。再び心臓の奥が刺すように痛む。まあ、行かないといけないからしょうがないよね。これ、しほちゃんじゃない？ゆらゆらと揺れている。手を伸ばせば頭の中に記憶が流れ込んできた。ああ、テストって帰ってくるときは一番怖い。あく、全然勉強に入ってくると取材されたんけど、ああ。え、しほ、すごい！見て見て、98点だって。ああ、本当だ。さすが、さん。ありがとう。あれ？でも、しっちゃんからしたら当たり前の、なのか。え？確かにね。さん、いつも点数って言っちゃった。羨ましい。どうした？この点、どうして、じゃないの？ごめんなさい。いい？に来て、あなたに、なわけがない。そうでしょ？そ、が、シモン？シホア、より、を、くれ、もん？が、わけ、の、よりも、で、ばいけない、の、に、シホ、が、大丈夫だよ。
新しい私。これ今まで見てきた夢か。ね、うん、おっとに二人でな、ね、うん、それはできないよ。う、志保も、うん、を見るの？そういうわけじゃない。だけど私まだ痛く、とってどうしてもをするの？私はってないなのにどうしてを拒するの？違う、ああ、ちゃうの。ごめんなさい。な、じゃないの。ねえ。うわ、私はちゃんと、に、慣れてるよね、志保。ごなさい。ごめん。お母さんか。これは。志保、やっと、うん、僕とに逃げ、うん、もうまからうわもう、うん、なっちゃって、うん、し、うん、うん、だけど私はあ、ない、しろ、え、どうしてに、で、お、の、が、ま、だけどそれじゃ、がし、あ、めちゃくちゃ、重そうだけど、雨の、んが響く、遠くで、うんちを知らせる音量が流れている。視界の夕焼けの赤が止まるのすり泣く声が聞こえる。ネフシさんの腕が見る。ああ違う、これは空の赤じゃない。ごめんごめんしよう。だけどがいけないのよ。だよね、わかるでしょ。大丈夫、もうすぐに行くから。もう一緒ならもう寒くないよね。ね、ごめんね、ごめん。行こっか。うわー、しほちゃんがいっぱい、しほしほワールドだ。あー、しほちゃん、しほしほワールド。なにこれ。揃えられない悪い子には罰を。完璧じゃないといけない。そうだよね。完璧じゃないといけない。今までのように、そんなことないみたいな感じで、優しさを見せてあげるのだとすれば、周りの少女と長女とは違い、この少女、ん、か、じゃあ周りの人形とは違い、この少女だけじっとこちらを見つめている。罰。悪い子に与える。罰。じっと見上げる少女の顔に手を伸ばす。指が、細い首に食い込んでいく。あれやっちゃうんだ。少女は目を閉じ。もうこれ、バラの色が、これ良かったのかな？なんか悪い方向に行ってる気がするんだけど、いけない。大きな鏡がある。くるくる淀んだ自分の姿が映っている。ふとその姿が瞬き、ゆらりと揺らいだような気がした。覗き込めばもっとよく見えそうだ。覗き込まない。これ覗き込まなかったらどうなるんだ。ちょっと気になるから言っていい？鏡から離れた。ああ、ただただ進まないだけか。じゃあ覗き込みましょう。胸像が ゆらりと揺れる。あ、私になった。鏡に私が映る。それを認識したとき、遠くから何かの音が聞こえた。頭の奥に
何かが見える。脳裏に浮かび上がるのは病院の一角、点滴や呼吸器の管につながれベッドに寝かされている私の姿。その傍らにいるのは父親だろう。記憶より随分と老けて見える彼はうなだれたまま私の手を握っている。私生きてる。まぶしい。揺らぎかすむ視界の中、鏡に映った私が少し寂しそうに微笑んでいた気がした。どうなるんだ。失礼します、しほちゃん。ちょっと団長、しほちゃんに一体何をしたのさ。ああ、口なぎか。もう来たのかい。こうなるとは思ったから、あんたじゃなくてアテムにことづてか、ことづてを頼んだんだがね。安心しな。命に別状はない。それに、もうじき帰ってくる頃合いだろうよ。もし戻ってこなかったら、僕本気で怒るよ、団長。そう焦るんじゃないよ。少しは落ち着きな。ああ、ほら、帰ってきた。もしかして、くつなぎくんって、さっき、しおちゃんをかばって、やられちゃった、人?かもしれんな。私、しほちゃん、よかった。頭とか痛くない?くつなぎくん。なんともないよ。その様子じゃ、無事に思い出せたようさんに。はい。私は、生きています。やったね。ほら、僕の予想通りじゃん。知らないけど。調子のいいことだね、まったく。まあ、いいさ。さて、しほ。帰るべき場所が分かったなら、すぐにでも返してやれるが。準備は大丈夫かい?はい。少しだけ、寂しいけど。まあまあ、元気に生きていくに越したことはないんだからさ。なんなら、僕が背中を押してあげよっか?大丈夫。私は、自分で歩けるよ。準備ができたなら、そこの大鏡に触れるといい。はい。お世話になりました。バイバイ。元気でね。目の前の大鏡に手を伸ばす。白い光が目の前を覆い尽くしていく。帰っちゃった。しほちゃん、帰っちゃったね。寂しいかい?別に。ねえ団長、あの子がこのサーカス内で過ごした時間の記憶って消せる?かまわんよ。その代わり、あんたには今までの2倍働いてもらおうかね。あは、いいよ。心電図モニターの音がする。誰かの声が遠く聞こえる。しほ、しほ、わかるか?父さんだよ。お父さん。よかった。本当によかった。お前が、お前だけでも無事で。先生、先生、302号室の水瀬さんが目を覚ましました。ぼんやりとした意識が、少しずつ鮮明になっていく。痛いくらいに握りしめられた小私の手にお父さんの涙の粒がこぼれ落ちた。私は生きている。その事実にどうしてか心臓のどこかが痛んだような気がした。
でも結局さ、誰にやられたか、誰がかばったのかは分からないままなんだよね。まあ、プレイヤーだけ、それは俺たちプレイヤーだけで、志保ちゃん自身は分かってる可能性もあるけど、ただ、それがはっきりとまだ出てきてないんだよね。目が覚めてから数日、刺されたらしい胸の傷はすでにほとんど塞がっており、私の体は驚くほど順調に回復していた。だけどどうしてだろう、ずっと長い夢を見ていたような気がする。志保、ぼんやりしてどうした？傷が痛むか？ううん、窓の外を見てただけだよ、お父さん。父の言葉に笑い返す。小さなわだかまりがいつの間にか心の奥に消えていく。窓の外には晴れ渡った青い空が広がっている。そうして私は生きていく。いつも通りの日常に戻っていくのだ。ノーマルエンド期間、やっぱ普通だよね。そうだよね。あー、とりあえずノーマルエンドということでエンディングか。どこだろうな、間違ったというか、 BGM 消えた途中で。エンディング分岐がどこなのかちゃんとはっきり分かってないんだよね。もしかしたらさっき間違ってるところは正さないとっていうところでやっちゃったからいけなかった可能性もあるんだけど、そこはちょっとおいおいやるけどさ、どうなる？不思議な館に迷い込んだ少女は無事元の世界に戻ることができました。サーカス団のことは覚えてないけれど、すべては丸く収まったのでした。めでたしめでたし。おう、どうも。さて、画面の前のあんたがフリーゲームをやり慣れている人ならこう思ったことだろう。まさにその通りです。ありがとうございます、代弁してくれて。エンド分岐はどこだと。そしてあんたが勘のいいプレイヤーだったなら分岐の 目星もついてることだろうよ。だがその先へ行く方法は点でわからないまま。違うか。さて話は戻るが、サーカスと少女を取り巻く物語はノーマルエンドで終幕した。無事に自分の記憶を取り戻し、生還してめでたしめでたし。普通が一番幸せだと思う、言うしな。ノーマルエンドと銘打っているが、むしろハッピーエンドでもいいくらいじゃねえか。だが、そんな普通の結末しかない物語なんだ、あまりにもつまらんだろう。だからこそ今、あんたは、エンドを見終わった後すぐに、ゲーム画面を閉じることもなく、こうやって俺様の話を読み進めているわけだ。そうだろ？前工場はこの辺にして本編に入るぜ。前工場であってるかわかんねえけど。物語の続きを見るための鍵を俺様は持っていてな。もし望むのなら、もう一度あんたをゲームの中のとある地点からやり直させてやれる。ただし、この物語に誰もが認める大演壇は存在しねえだろうよ。あんたがどんな選択をして、どのエンドにたどり着き、どんな顔をするのか。俺様は、それが見たい。さあ選択だ。ここであんたが選べるのは、二つに一つ。物語の続きのためにやり直すか、このエンドを唯一としてタイトル画面に戻るかだ。どちらを選ぶのも、あんたの自由だ。さて、どっちを選ぶ？難しいですね。ただ、大演壇はないってことは、知らないことが、なんか、どっかでさ、知らないこともあった方がいいみたいな、そういう読み物なかったっけ？もしかしたら、志保ちゃんが胸を刺されたとか、うん、なんたらかんたらみたいな、そういう事件が起こったのも、志保ちゃん自身に何かしら問題が
あったっていうことなんじゃないのかな。で、なんかかばってたよね、一人、しほちゃんのこと。それも、なんかしほちゃんがやらかしたけど、なんかそういう、ね、それを隠すための協力者みたいな感じで、で、お父さんはお前だけでも生き残ってくれてよかったみたいなこと言ってたから、お母さんはそれに気づいてて、お母さんはもう、この子が罪を背負って、私もそれをね、負い目に生きていくんだったら一緒に死んでやるみたいな、そういう感じになってるみたいな、そういうことなんじゃねえのかな、みたいな推測。この時点でね。で、そういうエンドなんだ、真相はそれだけど、このまんまノーマルエンドで普通になんかよくわかんないサーカス団のところに迷い込んじゃったな、でも無事に戻れてよかったな、私も生きてて、しほちゃんも生きててよかったな、ちゃんちゃんで終わりたい人はここで終わってくれっていう、そういう話なんじゃないのかななんて思っているんですが、いかがでしょう。まあ実況者なんでね、私はもちろんタイトルに戻りません。はい、やり直しますびっくりしたみんなよし来たそうくなくちゃな。それじゃすぐにやり直すぜ。なに、ほんの数秒だ。どっこ